音できない単語がたくさん出てきちゃうんです。 Hello there! Welcome to Jovan's English Class. I'm your English teacher, Giovanni. Today, I'm gonna teach you how to pronounce A, B, C correctly. 迷える英語難民の皆さん、こんにちは。英語お悩み解決コーチのジョバ先生です。今回は A, B, C、アルファベットの正しい発音方法を解説していきます。いいよ、 ABC は ABC でしょって思ったかもしれないんですが、実際には違う発音になるんです。多くの方というのは ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWNYNZNOWINOMYABCSNEXTIMEWANTYOUSINGWITHME 英語バージョンだったんですけれども、こういう風に歌で覚えてると思います。なのでこの音自体は正しい音なんですが、実際に英語発音していくと A じゃない B じゃないみたいなのにたくさん出会っていくと思うんですよ。つまり皆さんが覚えてる ABC の歌ってアルファベットのただの名前なんですよ。そのアルファベットの正しい発音方法ではないんですよね。今回はそんな皆さんのためにアルファベットの正しい発音を解説していきたいと思います。それでは今回も英語ビギナーのお悩みを全解決していきたいと思います。 Let's get started。早速なんですけれども、皆さんこちら読んでもらっていいですか。皆さんの大好きなケーキですよね。ケーキ、ケーキと発音します。皆さん大好きかはね、人によりますが、私は大好きです。ケーキ、ここ A ですよね。 ABCD の A ですよね。じゃあこれ発音してください。せーの、 Cat ですよね。めっちゃ字汚くてすいません。これ A じゃないですよね。そうなんです。アルファベットの A を A っていう音だと思っていると全然発音できない単語がたくさん出てきちゃうんです。じゃあどうすればいいのかっていうと、これ知ってる人ほとんどいないんですよ。特に初心者の方だとなんだそれって思うかもしれないんですけど、アブクド読みというのをしていきます。アブクド読みアブクド読みって何かっていうと、 A を発音するとああなんですよ。普段なくわかりますよね。 B を発音するとブブっていう発音なんですね。C は発音するとクックックックっていう発音なんですよ。こういう風に ABCD を発音で言えるようにしていくってことです。皆さん聞いてみてください。アブクド読みで ABC の歌を歌います。じゃあ皆さん読んでいきますよ。アブクドエフグハイジュクレムネアプクアスチュブワックスイズです。一応カタカナで書いてるんですけど、厳密にはちょっと違うので後で正しい音を覚えてください。正しい音って何かっていうと、例えば C ね、 C ってクじゃなくてクックックっていう子音だけの音なんですね。クっていうと KU みたいな発音になっちゃうんですけど、 K だけで発音するクックック。 D とかもドって書いてますけど、実際はドじゃなくてドドドっていう感じで D だけの音。 F もフフじゃなくてこういう音になるわけですね。 G もグじゃなくてグッグッグ、こんな感じで母音が入らないで子音だけの音、単体で出すので短く鋭い音になることが多いです。これを意識して最終的にアブクドっていう風に言えるようになっていただきたいと思います。もう一度一緒に練習していきましょう。途中で止めるので私の後にリピートしてください。いきます。アブクドエフグ、はい、イジュクレメネ、はい、アプクアスチュ、はい、ヴワックスイズ、はい、いかがですか。これを覚えたら実際に単語になった時にこの音を当てはめればいいんですよ。例えばさっきの cat だったら ad ad でしたよね。 k と ad でしたよね。 cat cat、 この t も t t t って音ですよね。 catty じゃないですよね。 cat っていう t の音ですね。 dog も一緒です。 d は d d って音でしたよね。 a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  dog、 ここも g g g って音ですよね。 dogDog、 これ O だから O って言わないですよね。 Dog って言わないですよね。 Dog Dog という形で正しい音ができるということですね。例えばこんなんどうでしょう。これなんて読みますか。 Finger ですね。これ指って意味ですよね。ここの発音なんですが F F は F F
ですよね。これはいいですね。いいいいフィフィですよね。N はんぬぬぬフィンフィンで G はグーですよね。グッグッグ。E はAAAR が RRR なので、これ1個ずつの単語をつなげると FingerFinger という形で、実は1個ずつの単体の音ってこれを全部ね組み合わせていけばこの音になるんだよっていうことです。もちろん単語によって変則的に音の変化っていうのはたくさんあるんですけれども、基本的な音としてアブクド読み、フォニックスとも言うんですけれども、こちらの発音の仕方をしっかりと覚えていればいろんな単語が読めるようになっていきます。なので皆さんこれからですね発音をやっていくよっていう方は、1個ずつのアルファベットの音フォニックスをしっかりと言えるようになってください。それができるようになると、単語になった時とかアルファベットとアルファベットがくっついた時はこんな音になるよみたいな形で、例外の発音とか応用の発音も覚えていけるようになっていくと、いろんな発音が自由にできるようになっていくので、ぜひ皆さんに目指して頑張っていただきたいなと思っております。私もですね、一番最初に英語学習した時ってフォニックスって何っていうような状態だったんですけれども、ある時英語の初心者用の NHK の番組を見てて、もう小学英語じゃないかくらいの、そういうところから始めたんですね。その NHK の番組を見てた時にアブクド読みっていう謎の英語の読み方っていうのがあって、まずこれ面白いなって思ったところから始まったんですよ。そんな状態からでも私は英語が話せるようになるところまで来ましたし、今では地元にネイティブの友達がいたりだとか、海外旅行も自由に行って外国人と突然仲良くなることもできますし、一人で海外旅行行ったりだとか、 Netflix とかも字幕なしで見れるようになったりとかしてますので、今どんな状態でも大丈夫なので、ぜひ皆さんもしっかりと一から勉強していって、この動画しっかりと見ていっていただければ、初心者の皆さんがまずは覚えるべきことっていうのをしっかりと解説していきますので、皆さんそれぞれ一人一人勉強頑張っていただきたいなと思っております。もしね、いっぱい頑張りたいよっていう方は公式 LINE にご登録をしていただくと、いろんなねプレゼントをお渡ししておりますので、こちらもね見ていただければと思います。ということで、公式 LINE からはたった4ステップでやり直し英会話のロードマップがわかる全7809文字、16ページの電子書籍、これ1冊で中学英文法を学び直せる344例文、全19ページの電子書籍、ゼロからできるオンライン英会話完全マニュアル、全11943文字、21ページ特別付録45の便利フレーズ付き、日常英会話で使える独り言、シチュエーション別80選フレーズ集、ネイティブがよく使うイディオム、全100文計100スライド完全図解、イメージで一撃暗記できる前置詞動詞助動詞258フレーズ、全イラスト付き、海外ドラマのリスニングで品質のフレーズ、全100のセリフ、全イメージ画像付き、初心者向け基本単語360厳選リスト、基本動詞 Go, Get, Come, Put, Turn の熟語解説集、イディオム100選の英文意味語源完全解説集、今なら特別公開動画としてジョバンニイングリッシュ会員限定サイト内単語暗記法動画10分12秒、一部限定公開、公式 LINE 特別動画ゼロからやり直し英会話15分50秒、特別限定公開、これらを全部まとめてプレゼント。ただしこのプレゼントは予告なく削除される可能性があるので、受け取れなくなる前に必ず公式 LINE に登録をして無料で手に入れてください。最新動画やおすすめの動画はこちらから続けて見られます。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you later!